私もインコを寝かせよう。飼ってるんかい。KP とか、教えんのやめれよ。あんたたち行くわよとか、バカはバカだねとか、やめれや、それ。サザエ。あ、やってそうで怖えわ。うん、配送状況は見るよ。うん。特訓すんなよ。やめれや、それ。ケーピーとか言うの。あんたたち行こうよ。バカはバカだねーとか。嫌なインコだな、そんなインコ。いる、うるせえな、この野郎ってなるよ。俺だったら。ああ。マーチンいらっしゃい。どうすんの、そんなの。家の中でガタ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 。バサ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 。おい、餌くり、餌くり。腹減った、腹減った、と。やだやだ。まあいいんじゃない、生き物がいるってことは。この野郎とか永遠に言ってそう。ああ、この野郎は、だって変なことしなきゃこの野郎は多分鳥は言わないよ。うん。うん。鳥っていうかインコは頭いいからな。パータローっていうか、まあ、バカはバカだねって言うのが一番いいんじゃない。鳥に言われたら結構ショックだよな。じゃね、鳥に言われたら結構、うん、いや結構インコは覚えるっちゃ覚えるらしいよ。うん。トムちゃんいらっしゃい。クソがやも教えんのかよ。やめりゃ下品なのばっかじゃねえか、俺が教えんのは。もし、いたとしたら。ダメだよ、お前。で、絶対さ、俺さ、配信終わってさ、飲みに出かけるときに、あ、どこ行くんだとか絶対言われる。あ、どこ行くんだ。で、マリコが鍵開けたら、あ、ババン来たぞ。ババン来たぞ。絶対そのパターンだと思う。ババ来たぞ。な。飼い主の言葉なら、どんな言葉でも覚えてるよ。まあ、俺ここで鳥飼ったら、多分大変なことになると思う。俺ずっと喋ってっから。うん。多分。まあでも、鳥はさ、
なんかさ、あの、カゴの中に入れておくのはかわいそうかなって。どの子供覚えてるか見てみたい。やめれや。うん。はい、ブロックです。それはないな。あ、多分。まあ、多分、ふざけたこと言ってんじゃねえよとか、その辺は多分、早めに覚えるんだろうな。俺がよく言う、舐めてんのとか。人の悲鳴を覚えちゃって、警察呼ばれてたよ、海外だけど。やめれや。水入れてくるわ、うん、ちょうどよくわかったじゃん藤枝、俺今水入れてこようと思ったんだよ、うん、よいしょマリコ薄めに作ってるから今日は大丈夫よ、いつも心配してくれるから。よっこらせっつみ、いけ、うん、よいよ、おい、ただいま、6時か。もうちょい行くかな、ピンポンは。うん。ダウナーな気分ですか？いやいや、もうそこそこ今日はいろいろと外歩いたりして、うん、今日はお肉な、幸せ気分なのよ、うん、なんかね、うん、ちょっと疲れてるように見える。違うよ。幸せなのよ。なんか、あの、マリコの頭の中がぐるぐるしてるのが、今俺は一緒な感じでぐるぐるしてるから、大丈夫だよ。な。ニョロニョロしてるんだよ。まったりだよ、お酒飲んで、うん、だよマリコよ、こキャップかぶるとこれここ伸ばしててもいいんじゃねえ、これどう思う、なあ、うん。
どうなんかな。うん、坊主はやめといた方が。はい、わかりました。そう、俺ね、マリコにね、俺もよ、もうちょっとでよ、暑くなるからよ、坊主にしちゃうかな、みたいな言ったら、うん、とか言われて、坊主ダメか、みたいな。人相が悪くなるらしいですよ、おじさんは。佐野、どうも、釣りでも行ってきたのか。行ってないよ、サウザ。うん。もう坊主やんけ。坊主じゃねえだろうが、この野郎。おい、この野郎。ここ、うぶってんだよ、ここ。おら。この野郎、舐めとんのか、こら。クソがよ。お肉。お前、ブロック入れんだわ。おれ。野さん。野さん、いらっしゃい。坊ちゃん、何時から放送やんの？ねえ。うん。あれ？効果なかったの？いや、あるよ。坊ちゃん、だってしっかり見てるもん。うぶってるよな、マリコな。変な産毛が生えてるって。変かどうかわかんないけど、ちゃんときっちり生えてんだろうよ。映画監督みたいでかっこいい？いや、格好がいいか悪いか。うん。やっぱ、ちゃんまは、ハゲが似合うよ、めえ。うるせえよ、この野郎。もう一回見せて、サウザー、キャブるんだろ、ほら。おい。あ、ほら。はい。ちゃんとキャブる時間もね、取ってあげる優しい佐野です。うん。妙な場所から産毛。お前よ。妙ってどこだよ。この野郎。俺なら道をすぐ開けます。頭の形は綺麗だよな。そこは褒めるとこか？形の問題じゃねえだろ。生えてねえんだからよ。絶対ウィッグない方がかっこいいっすよ。あー、どうなんかな。まあ別に俺帽子かぶんないで表行ったりするからね。うん、普通に。うん、もう50過ぎたら別にちょっと薄毛でも問題ねえだろ。帽子とかサングラス似合うのはだから、某は、選び方が下手なんだっつうの。変なの買うなっつうの。ちゃんと自分で、どれが似合うかを、うん。ちょっと薄毛。うるせえよ、ほねの。いっそのこと、だからそれをな、お肉な、それはダメ。もう、それは絶対ダメって。もう、明らか、別の世界の人になるからって。あよ、サウザーありがとう。よし。飲みすぎる。あ、薄めに作ってんだよ。怒られっからよ。マリコに。何かちょっと薄毛だよ。完全に薄毛じゃねえかよ。でも薄毛でもキャップは似合うんだよ。
残り毛があるとどうしても散らかって見える。ああ、まあそうだけどな。うん。おい、マリコは半分お前の髪の毛をこせや。高見ちゃんよっしゃい。お前の髪の毛半分よこせ。この野郎。お、それで二人で割ったらちょうどいいんだよ。この野郎。嫌だねとか言いそうだよ。もらえもらえ。昨日のくじ幕で白髪のウィッグ見たら作り物って感じで厚ぼったい感じでした。そう？わかった。今度から剃った毛置いとく。どころだよ。ちょっと待って。おい。おおおおい。剃った毛を置いとく？下半身だろ、それ。おい、この野郎！何を言ってんの？違うって。髪の毛の話してんだよ。下の毛じゃねえから。あ？何を剃ったら、毛置いとくだろ。勘弁してよ。縮れた毛が増えますね。すけど。いやー、どうなのかね。うん。いや、俺さ、ここだけ、ここだけじゃねえけど、バイアグラってあるじゃん。チンポ立たすやつ、薬。あれと、リアップって、絶対、ダメらしいのよ。リアップを、リアップっていうか、ロゲインね。まあ、中身は一緒なんだけど。ロゲインは、下半身に、勃起不全を起こす。のがもう分かられてるじゃん。だから髪の毛にリアップとかロゲインとかつけてたらチンチンは立たなくなるんだけど、ほんでそこに追い打ちでバイアグラ飲むと体大丈夫なのかなみたいな。だから俺もうリアップしなくなったの。まあ、もうハゲ取るか、チンコ取るかって。俺は好きな女ができたからチンコ取ったけどね。うん。ハゲててもイケメンだから大丈夫よ。な、マリコな。佐野のあの、眼差し好きだろ？やめれや。刺すのは。なんでバイアグラの方を重視するんだ。え、じゃあマリコが髪の毛の方行けやって言ったら、お、行くよ。そして髪の毛が俺が生えたら、なんか得になることあんの？なあ。マリコッコは面白いな。最近はもう二人いるとコントみてえだから。知らねえよって、うるせえよ、お前聞いたんじゃねえかよ。
本当だよな。首ポキポキだよな。昨日、マリコにこうやってやってもらったけど、あれでだいぶ楽になったよ。その辺には、タレスみたいな右腕がいて、いいです。ね。いや、俺タレス会ったことないよ、お母ちゃん。あ、放送にはよく来てくれるけどね。ありがとうとは思うけど。俺さ、マリコさ、思った。このね、白い T シャツ、今日ね、ファミマで買ってきたんだけど、俺 T シャツ、一回二回洗濯したら捨てちゃってまた買ってくりゃいいや、みたいな。あと靴下も。そしたら家の中に服が減るじゃん。ポイポイしちゃえんよ。たらいつもフレッシュじゃん。フレッシュ。え、なんで？いや、だから買ってくると増えるだろって。だって、マリコ、だって、いい加減よ。俺んち、服多すぎじゃね？それは思うだろう。なあ。え、だってこんなの1000円もしねえで。新しく買ったら1倍な、何年も捨てた。おー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 おお。捨てる前に、じゃあ、あれだよ。プリングルスの T シャツ、マリコにあげるわ。あれ着る？着ねえな、マリコはな、ああいうのは。ダイソーなら110円。知らねえよ、行ったことねえから。あそこのラーメン意外とあっさりだったんだけど、食った後に答えるな。今日北方ラーメン食ってきたな。おい、佐野。何？佐野。何？ハゲ、お前帽子かぶってんじゃねえぞ、室内で。室内で帽子ぐらい脱げ。そう？人に電話かけるとき、ひつじっておかしくね？なんだよ、お前はひつじで十分なんだよ。な、わかった。さよなら。はい。クソが。ちゃんと身分明かしてかけてこいよ。またこの声。こいつ病気だから。いや、こいつ、年がら年中かけてくんだよ。もう、かまってちゃうんだから。もう一回は出てやるけど、もうその後は出ないから。後半こびて会いたいっていうやつだろ。まあ。マリコ、把握しすぎだよ。この野郎。4630万をオンラインカジノ全部使ってしまったって、それは嘘だね、ヤギ。あいつはどっかに金は残してる。
だって友達だろうの人。だからマリコはどんだけ俺の放送聞いてんだよ。まあ上から下まで全部聞いてるけどな、うん、こういう病気のやつは何をするかわからない。何もしないよ。ただうなちゃんマンが好きで話がしたいだけでしょ。うん。いやもう口座から抜いてるでしょ。うん。でもさ、4600万でさ、持ってさ、逃走したって、どうもなんねべや。な。4億6000万だったら、ちった考えるかもしんねえけど、4600万だで。な。ああ、うさぎいらっしゃい。そう、まあね。桁がもう一個上だったらな、俺の中で、まあ24歳のあんちゃんだったら4600万は、誕生日プレゼントみたいなもんなのかな。ないものは返せないで逃げ切るつもりですよ。ああ、多分ね、民事の方は、うん。取れないし、そんな大金振り込まれてたら怖くて震えるわ。どうなんかね。だからサザエ、俺言ったじゃん。俺だったら町に返還はするけど、ね。あんたたちさ、って、落とし物だろ、これって。結局なって。じゃあ1割くれよって。そういうことじゃない。あんた落っことしたんだよねって、俺んとこにって。そっちでスラッと話終わったらよかったのにね。あんたたちのミスなんだよねって。そうそうそう、1割、くれたらいいよって。468万円。って、俺だったら思うけどね。うん。あよ、内閣いらっしゃい。いつもありがとう。違うんだって、NASA。あれは、フロッピーディスクが、バグったの。もう今時さ、町役場フロッピーディスク使ってんじゃねえよ。町民の住所から、年齢から、な。もうバカなんだから。こんばんは。4000万ってすぐなくならないよね。買い物のやり方だと思うけど。どっかな、帯風、お役所仕事、そうなんだよ。だから役所は全面的に謝罪なんだよ。社会制裁は受けるだろうね。もう奴はどこ行っても晒し者だろうな。だからそのリスクを背負うか。むしろさ、素直に返金してたら俺は良かったのになと。俺だったら素直に返金するね。
納税の対象になるのか知らねえ。もうだって、やつは、もともとよ、よそから入り込んできた、やつだから。あいつの住んでたとこは、あれだろ？空き家で、町がな、人口減少を食い止めるために助成金出してぜひぜひ来てくださいっていうやり方やってて、そこに来たやつだから、で年齢が若いから仕事も職場も斡旋してやってたんだけど、だから24だよ。うん。そりゃ24でよ、4680万プラス10万、10万円はあなたのもの。それはほら、税金、低所得者の10万円だから。それはあんただから。オンラインカジノで使ったらしいね。